ショータイム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、その昔我々がそのエニアグラムをやって、うん、MBTI に入った時って、うん、この本だったんですね、うん、エニアグラムでパートナー探しっていう本で、うんうん、エニアグラムを書いた人が、うん、MBTI を取り扱ってるあ、はいはいはい、ので、うん、でその我々がやった時って、うんうん、全然知らない時にやったんですよ。 MBTI を全く知らない時、ちょっと懐疑的な時、うん、そんなタイプのバカやってどうしますみたいなはい、はい、時に、うん、まあまあちょっとちょっとまあ書いてあるしやりましょうよみたいな、うん、本の元取るためにみたいなのでやり始めて、うん、でもうあれから1年やってますもんね。そうですね、うん、ちょっと今ならこの本を読みながら、うん、新たな気づきがあるのではと、うんうんうん、っていうのとまたその何て言うんだろう、1年間この MBTI の動画を上げた時に、うん、もう一回その何て言うんだろう、外交って何とか、はいはい、感情ってなんだよ、感覚ってなんだよって、うんうんうん、どう違うんだよみたいなのがあるので、はい、もう一回やりませんかと、はいはい、というところで、はい、今日はこちらですね、エニアグラムでパートナー探し、うん、ここで説明される MBTI は、うん、8つの性格特性を定義し、うん、16の MBTI タイプが人間関係の中でどう作用し合うかっていうものですと、うん、今ならわかりますね、うんうんうん、ここで書かれるのは、ま、アメリカの方が書いた本なので、うんま、アメリカのパーセンテージとかなんですけど、うん、合衆国の男性の 50% は外向型、うん、合衆国の女性の 55% は外向型、うんうんうん、日本はちょっと違うんでしょうね。違う、なんか内向型の方が女性は多そうな気がするんですけど、うん、まあどうなんですかね。あ、これは僕の感覚で言ってます、うん、感覚で二等辺調べです。なんかデータありますよね、多分あるんでしょうね、うん、はい。で、外向型は社交的でよく話しペースが速く、うん、まず行動してから考える傾向があります、うんうん、っていうのだけをもとに二等辺は外向型です。もうそこを見るとまあ僕も外向になりますよね。なるほど。外向型と付き合うには、うん、あなたが彼らの親しみやすさ、熱意、行動力を評価していることを示しましょう、うん、彼らの好きな活動に加わりましょう、うん、ってやると外向型の人は喜ぶよっていう話です、うんうんうん、仲間なんだって思ってくれる、うんうんうん、で内向型、合衆国の男性の 50% は内向、うんうん、女性の 45%、 性、はい、うんうん、で内向半々なんですね。合衆国の場合はっていうことですね、うんうんうん、女性は若干外向型の方が多いようです、うんうんうん、セックス&ザ・シティとかのドラマだとそうですよね、うんうん、外向型の方が多そう。なんかもっと外向が多そうですよね。あー、確かに共に確かに確かにドラマの影響ですかね、これは。ドラマの影響で、内向型の人はどちらかというと控えめで、一、うん、人でいるか、あるいは一人の人といるときが最も気楽ですと、うんうん、まず考えてから行動する傾向があるよと、うん、彼らは一人でいることによって元気を回復しようとする、うん、社交的になるよう、あるいはことさら情熱的になるよう圧力をかけないでくださいと、うん、何かやろうぜ何かやろうぜっていうのは逆効果だって話ですね、うん、内向の人、内向の人にとっては、うんうん、で、感覚、うん、ちょっと二等辺が分からなくなってるやつですね。感覚というのは現実的で五感を通して得た情報に頼る傾向があります、うん、なんてさっき私が言った、うん、まあ日本人は内向の人が多いんでしょうね、うん、っていうのはこれ僕の感覚で多分話をしてるんだなと思うんですけど、感覚でもその感覚でいくと、はい、違う人もいそうですよねって話ですよね。違うように捉えてるってことですね。違うように、まあ要はなんかもっと言うと、はい、自分が仕入れた情報の中から、はい、判断するって話じゃないですか、はいはいはい、なのでそう感じてない人もいるんじゃないかな、同じ日本に住んでても。あ、自分の周りが、はいはい、なんか外交の人が多ければ、はい、いやそんなことないじゃない、外交の人ばっかりだよみたいな、とか内交の人ばっかりだよっていう状況だってあるじゃないですかって言われると、ちょっとなんか反応が出てくるのは、うんうん、これエニアグラムのタイプなんですかね。で、あ、なので、まあはい、感覚ですよね、そういうのが、はいはい、自分の周りにある状況、自分が見える状況で判断するみたいな、ね、判断しがちだ、うん、あ、で僕は多分その辺は、うん、それを信じていて、うん、今は MBTI でいうところの先ほどの外向内向っていうのは、うん、E と I っていうところで示される、要は MBTI でなんか私が ESFJ なんですよっていう一番初めに出てくる E とか
愛のところが、はいはい、E の人が外交、うん、I の人が内向ですね、うんうん、で今話をしている感覚というのは、うん、2番目に出てくる、うんうん、私が ESFJ なんですよっていう、うんうん、S2、うん、番目に出てくる、うん、で感覚の人は S、うん、でもう一方直感の人、うん、合衆国男性の 45% は直感、うん、女性も同じように 45% が直感とされていて、うん、直感型は虫の知らせ、洞察、まあ虫の知らせは読まなきゃよかったな、うん、洞察、うん、ひらめきを通して多くの情報を得て、うん、また手元にある情報だけでなく、うん、多くの可能性を考えますと、うんうん、なんで要は今二等兵が、うん、多分、うん、日本って内向の人が多いんでしょうね、うん、っていうのは僕は多分言えるんですよ、うん、断言しちゃうんですね。その自分の周りの状況だけを状況だけを見て言えるんですよ、うん、俺だって俺周りに外交も見てるけどさ、うんうん、内交の方が多いもん、うん、って言えちゃうんですけど、うん、いや待てって言うんですよこの人。いや待てって言いますよ。それは本当にそうなのか多分この辺なんですよね、うん、はい。し、まあ逆に僕は直感だとしても、はい、僕の周りにはそうじゃない人が多い可能性もありますよね。可能性というか、はい、例えば、はい、二等兵の周りには内向が多い、はい、僕の周りには外向が多いとすると、はい、同じ直感でもちょっと待てとはなりますよね。ああそうですね、確かに。ああこの辺ですね。そう、はい、っていう S と S のぶつかりもあるし、はい、N の人はそれ自分の周りだけで判断してないみたいな、ちゃんとデータあるのみたいな、ちゃんと分析してあるのみたいな。あ確かに S でもそうでしょうねそういう人はいるでしょうね、うんうんうん、はい。でこの S の人に付き合うには、うん、物事を説明するときは順を追って物事を話しましょうと、うんうん、一つのことから他へ飛躍したり抽象的に話すと彼らは不満を感じる、うんうん、で直感の人は物事を大きく考えて、うん、新しい方法や思いついたり、うん、創造的になる人たち、うんうん、なのでそれに興味を示すようにしましょうなんてことが、うんうん、あこれはしまった。この本はあくまで、うん、パートナーとどううまくやるかっていう話なので、うんうんうん、パートナーがこのタイプだった時に、うん、こういうふうにするといいですよっていう本ですね。自分はこうだからしょうがないじゃなくて、はいはい、合わせに行けよって話なんですよね、まあ、それがやっぱり円滑に進める方法なんでしょうね、うん、だから外向の人は内向の人の気持ちももっと考えようって言ってるし、内向の人には外向の人の気持ちも考えろって言ってるんですよ。そうなんですよ。だからうちのパートナー、うんうん、うちのエニアグラムでパートナー探したわけじゃないんですけど、うちのパートナーが要はなんか物を作って売ろうとしてるんですね。でなんかそのいっぱい作って実験ばっかしてるんですよ。はい。要は何かその決めてからやりたい、何を出すか。そうで、それもちゃんとその原価計算とか毎回ちゃんとした同じ味のものが出せるようにっていうのをしっかりやってからやらなきゃダメでしょっていう感じなんですね。どこまでやるかはありますけどね、はい、うん、で僕としては、うん、もうやっちゃえばいいじゃんっていうのが出てくるんですけど、うんうん、最近それをちゃんと我慢できるようになってます、うん、まあでも答えは市場にあるんですよやっぱ S っぽいところも、うん、でやっぱ直感っていうのはそのやっぱ可能性を見る人、うん、で3番目に出てくるI、E、S、F はいの部分っていうのは、はい、F と T、 フィーリングと感情と思考、うん、でまず思考から言いますと、うん、合衆国の場合、はい、65% が思考型、うん、あ思考の方が多いんだなるほど、うん、で合衆国の女性の 35% は思考、うん、とされていて、うん、思考は他のタイプと比べて分析的であり、うん、いい加減な議論を嫌いますと、うん、なんで僕はさっき言った、うん、まあ、日本って内向の人の方が多いんですよ、うんうん、っていうと多分思考の人は根拠を示せって言うでしょうね、うん、あなたの感想ですよねってデータを出せですよねエビデンスそうですね。でもう片っぽ感情型は、まあ、米国の 35% は感情、うん、合衆国の女性の 65% は感情、うんうん、感情型は人間に焦点を置き、助才なさ、調和、良いコミュニケーションに価値を置いて、うん、
批判に敏感ですと、うんうんうん、まさしくですねうん、うん、もうちょっとなんて言うんだろう、意見を言っただけで、はいはい、批判と捉えるのが僕です、うんうん、いやそれはただ意見を言っただけです、うんうん、あなたのこと全く批判してませんと、自分はこう思うってだけですからね、なんだってでも自分はこう思うを出してるわけじゃないですかお言う言うやってる自分、うん、だからこうこっちもじゃあ自分はこう思うって言ったのなんだってもう本当申し訳ございません、はい、申し訳ございません、うん、はい、ただまあ、うん、こんな感情の人と付き合うには、うん、譲歩し共感し、うん、感情をあなたも表現しましょうと、うんうんうん、でまたもちろん思考型の人と付き合うには、うん、ちゃんと根拠を示せですよねそうですねで彼らの感情に探りを入れない、うん、なるほど、うん、っていうことが書かれています、うんうん、最後に出てくるのが ESFJジャッジ、判断か P、認知ですね、うんうんうん、判断型 J の方は、うん、合衆国の 60% がジャッジ、うん、判断の人、はい、で合衆国の 60% がジャッジ、うん、なんでアメリカの人はジャッジの人が多い、うんうんうん、判断型の人ははっきりしていて規律正しく、うん、深刻になる傾向があり、代案をそぎ落とし素早く決断しようとします、うんうんうん、P 認知、ここでは容認型と書いてありますね、うんうん、容認型の人は、うん、多くの情報を集める間、うん、選択を保留しておきますと、うんうん、また柔軟寛大できついスケジュールを嫌う傾向がありますと、うん、ありますね、うん、